栃木県日光市で手打ちそばの早食い大会が開かれました。今年で16回目となるこの大会には4歳から67歳までのそば好き100人が参加し、盛りそば3人前およそ 650g を食べる速さを競いました。参加した人たちは合図とともに打ちたて茹でたてのそばを食べ進めていきます。去年までの記録は50秒でしたが、今年はそばを一気に喉に流し込んだ男性が24秒という驚異的な記録を叩き出しました。